これは受付の分野でもそう言われるんだけれども、だんだんとこの部屋を全部充填するようになって、空気が、そしてドアを閉めて息をするのを止めるということもあるかもしれませんけれども、そういった形で宇宙のガスと同じようなガスが散乱するのと同じように最終的に浸透温度になって浸透化したんでしょうか。でもちょっと計算すれば分かるわけです。そんなことを起こり得ないということが従来のビッグバン理論で考えると、というのは、まあまりにも早くもの、エネルギーの透過伝達というのが、光のスピードの100倍ぐらいないとダメだということになるわけです。物理法則から考えると光より速いものはないわけですから、不可能ということになっちゃうわけです。大体のビッグバン理論から言うと、今ある宇宙の近世は絶対大体ビッグバン理論では説明できない。でもインフレーションを使うと説明がつくわけですね。というのはインフレーションによって、宇宙の歴史を変えることができるわけです。つまり、急速に、指数関数的に膨張が進んだと、そうするとインフレーション理論のもとで考えると、宇宙を今観測して逆行させて考えますと、インフレの時期になるととても小さいと思うのが、まあ、10のマイナス28センチから始まったわけですから、でこんな小さいところからインフレーション前は宇宙があったと、そして十分時間が適切化できるということなんです。今申し上げたようなこの部屋の空気がだんだんと散逸散乱して均一温度になるようなものと同じです。そして均一化すると、こんな小さいところで均一化するとインフレーションが襲ってきて膨張するわけです、全体が。そして膨張した結果、もう今のもの全てを交換できるようになるということです。これが均一性の説明なんです、インフレーション理論のもとにおける。でつまりインフレーションが起こるということで、非常に物事がすんなりと簡単に説明できるようになるんですね。なぜ宇宙がこんなに均一化、もしくは均一化したかということで、次に参ります。これは3番目のうち2つ目のものなんですけれども、グラストネスプラボンのデータ問題と呼ばれているものです。つまり、なんでこの質量密度というのが初期宇宙においては密であったのかということです。そしてこれクリティカルバリューと呼んでるんですけれども、クリティカルバリューというのは一般相対性理論に言わせると、ユークリッドのネイバーズに対応するというふうに言われています。空間性というのはカーブしている、曲線を持っているということです。一般相対性理論のもとでは、そしてこのユークリッド的な幾何学に質量密度の結果になるということです。宇宙学者が言っています。オメガというのはギリシャ文字ですけれども、これが比率だということです。実際のマスデンシティをこのクリティカルマスデンシティで割るとオメガになるというふうに言っているわけです。このクリティカルな質量密度というのが宇宙高ではないということです。でこれは膨張率ということで、一つのマスデンシティがあると宇宙全体がユークリッド的になるということで、マスイコール1ということです。ということは宇宙自体がユークリッドだ、これ1より大きいと計算宇宙になるわけです。でオメガが1より少ないとオープンユニバースから宇宙ということになるということです。で問題が出てくるんですね。どうして説明しにくいかということで、オメガでは、なぜオメガが1に近いかということなんですけれども、宇宙の進化によってオメガは1から遠ざかってしまうということなんです。こっちになったとしてもオメガはどうしてもオメガが1からどんどん引き離されていくということになるんです。宇宙が進化するとともに、ということで、今オメガが1に近づくために、今まさにこの状況にあるんですけれども、もう初期宇宙で、限りなくオメガが1に近づいていないと成立しないということになるわけです。で全ての始まりの1秒後に戻ってみて考えると、今あることっていうのは、こうオメガは大体イコールと1ということで、1と15デシマルプレイスで、1に近くないとダメだという形成になるわけです。これは最も正確な数字なんですね。今分かっている物理の数字ということで、リギニクなどの1秒後はこれだったというふうに言われているわけです。宇宙の質量密度はそれは分かっているんです。というのはどんどん増幅してきているわけです。宇宙の進化っていうのは時間だと乖離してくると、1からたくさんの増幅作用が働いたと今まで、ということでかなりの超正確度を持ってこの1秒後の状態を計算して表すことができるということになるんです。でも大量のビッグバン理論を使いますと、その中にはオメガがどうしてそんなに位置に限りなく近づいていないといけないのか説明できないわけです。大量の理論によると、当初のオメガは何でもあり得るということなんですね。まあ一定であればいいということになるわけです。でもそうすると今の宇宙には到達しないというオメガは、例えば宇宙のマイナス1とか2とかいろいろあり得るわけなんです。もしそうだったら今の宇宙は全く違った状態になっていたと思います。なんでオメガが1に近づいているのか、それはまだ在来のビッグバン理論では説明できなかったということです。でもインフレ理論だったら説明できる。インフレが起こったらそうすると重力の働き方は全然違うと、つまり引き合うじゃなくて積極になって働くと。だからインフレが起こっているのはオメガというのは1から遠ざかって近づくということになるわけです。しかも急速に1に近づくと。でインフレーションがあるとすると、このオメガはインフレーション前の値は何でも良かったわけですけれども、それでもそこから出発して今のような宇宙になるわけです。インフレが、原動力となっていずれオメガが1に近づくからです。でそれから予測すると、でこれは実際の予測なんですけれども、インフレが想定された時にはオメガの値は誰も分からなかったんですね。大体バックアップ10ぐらいでイコール1だろうというふうに言われてぐらいで、バックアップしか分かっていなかったわけです。でもこのオメガが1に近づくというメカニズムがあまりにも効率よく出てきたので、予測としてオメガは今でも1だろうというふうに想定できるということです。かなり合理的に考えても。でもそれはある一定期間は大きな問題だったんです。でも98年になってほとんどの宇宙学者はオメガというのは1じゃないと、0.2 から 0.3 の間にあるだろうというふうにだんだんと今修練してきたんです。ただ個人的に申し上げて、これでちょっと不具合になってしまって宇宙学者と夕食できないなというふうに思ってたんですね。一緒には98年以前はというのはちょっと冷笑されてたんです。ニヤニヤされてしまって、いやインフレ理論というのは素晴らしいけれども、それは理論に過ぎないでしょう、絶対にはワークしないんだからというふうに見られてたんですね。私オメガは1じゃない、 0.2 とか 0.3 だからというふうに言われていたわけです。いろんな人と避難を一緒にしたけれども、うまく話が合わなかったんです。でも98年に様変わりしたわけです。オメガがだんだんと1に修練するようになったと。で実験値がここまで上がってきたということで、つまり昔の考え方は間違いだったんじゃないかというふうに言われた。1に近づいていたですね、0.5 までは近づいていたということで、0.1 ぐらい、0.5 までぐらいになるだろうということで、美しく方程式、計算式でも証明することができるようになったということで、98年以降はとても美しいスピードとして世の中になったということです。98年何が起こったんでしょうか。98年に派遣が行われたんです。つまり、この重力があっても宇宙は減速していないと、この50年間ぐらいずっと宇宙というのはずっと膨張を続けて加速を続けてきたんだということが分かった、加速しているということが分かったわけです。でこれはインフレと同じなんですけれども、まさにこれが重力的力の一つの例だということになったんですね。一般に示している。だから現在の宇宙というのは重力的力物質で埋まっているということです。でもその強度というのは、インフレが起こる当時よりずっと弱くなっているんです。でも正常は変わっていないという考え方です。そして何が原動力になって、加速しているのかというと、加速の原因はダークエネルギーだというふうに言われているわけです。暗黒エネルギー。まあ、はっきりとまだこのダークエネルギーが何か分かっていない、量も分かっていないけれども、このオメガは美しくちゃんと値として出てくるようになったということです。だからダークエネルギーが発見されたことで、全てが変わったと。そしてインフレに基づいた予測がより精度を持ってきたということで、それではそろそろ第3部に移りたいと思います。これが最も素晴らしい証拠なんですね。
一つの証拠、これは小規模で非均一性が見れるということで、大きな規模で見ると本当に宇宙って実に均一性が高いんですね。で、10万の1のファットのレベルまで非常に均一化しているわけで、さらに素晴らしいのは、宇宙学者というのは、もう宇宙の規模をかなり精度高く測定できるようになったので、非均一性も測定できるようになるわけです。10万分の1のファットについて、ちっちゃなリップルさざ波が起こっただけでも、宇宙の規模を頼りにして、非均一性も、測定できるようになったということなんです。かなりの精度も、しかも今は測定できるんです。比較することができるんです。予測と、インフレーション理論の予測値と実績を。インフレを使うと、こういうリップルが起こります。でこの方法論自体も素晴らしいんですけれども、インフレは、古典力学の世界であります。古典力学というのは、その量子力学以外の全てのものを指しているんですけれども、古典力学におけるインフレというのは、宇宙が、そのストレッチング効果が起こって、宇宙がぶっと引き伸ばされて均一化するというものなんですね。でも量子理論が入ってくると、全然それは変わります。量子理論まず最終的にインフレが終わると宇宙が均一化するということなので、量子力学によると部分によってはちょっと平均を上回るであろう、ランダムで、量子の揺らぎがあるからということで、ちょっと、上にか下にか揺れるところがあるというふうになったわけです。そして、このリップルのパターンがあるとさざ波なので、これを我々ぜひ見つけたいというふうに思っているわけです。そして宇宙の規模者の中でこのリップルの観察を実際に行いたかったということです。まだまだそのインフレーション全部分かっているわけではないか、どのくらい高いその増幅で、リップルが出てくるかまだ予測はできないんですね。予測もできていない。でも量子理論でインフレーションを受け止めて考えると、ある程度の予測はできるわけです。揺らぎのスペクトルはある程度予測できるということです。ここでいうスペクトルというのは、いわば先ほど音波のスペクトルの話が出ましたけれども、音波のスペクトルということになると、イメージ的には音波というのが分解できるわけですよね、それぞれの波長ごとに。そしてスペクトルというのはそれぞれの波長の照度がどのくらいあればどうなるというのが分かるわけです。リップルのパターンが、この質量密度の中で、宇宙外気放射の中で、観察して、それをばらすことができるわけです。それぞれの成分に波長ごとに内訳を出すことができる。そして波長に対して強度がどのくらい違うのか観察することができるわけです。かなりの精度になって、その結果マッピングするとこうなるんです。実験の結果出てきたものです。これは宇宙外気放射の温度をプロットしたものなんですね。全ての方向を取ってということで、空の全部の空をプロットするとこうなるグルーとステートのスポーツがある。これは温度差を示しているんですけれども、もうかなり均一化しているわけです。これは嘘の色ということで、一応スケールで、マイクロケルビンでなっております。 2.7 ケルビンが全部の温度ということで、その部分の一部がここに入っているんですけれども、10万ということで、でこれを増幅してます。でこれだけを見ると、ちょっと関心なさってくれるかな、でも何を映ってるのかなっていうふうに思ってらっしゃるので、ある程度分析できるんですね。これを見るとスペクトル分析ができる、強度が分かるわけです。この波長のそれぞれの成分に応じてどういうふうになるかということで、でこういった素晴らしいグラフができました。グラフ衛星から撮ったものなんですけど、素晴らしいです。で他の出典のデータと組み合わせることができます。でドットを見てください。これは実際の実験ポイントです。縦軸です。縦軸の方はこの温度の振れを示しているんですね。横軸の方は波長を取ってあります。で波長は角度で示させるということです。空にあるパターンですから、物理的な距離がわからないので、角度がわからないのでということで、単にアングルの関数ということでプロットしているんですね。で下のところでアングルが5で示されております。そしてモアポールっていうのが取られている、マルチポールっていうのが取られているんです。マルチポールっていうのは、これがマルチポールそれぞれのアングルに相当対応するということになっているんです。タピックモーメントということで、これスペクトルなんですけれども、これはリップルの強度に対してアングラスケールがどういうふうになっているのかということをプロットするとこうなるんです。波長との関係で、そうすると、こういった形でそのバーを立てることができると、アローバーなんですけれども、立てないところは小さくて見えなかったからということです。グリーンの線はインフレモデルの予測を書いてあります。いくつかのパラメーターがここに使われています。原則は6のパラメーターキットになっているんですけれども、そのうちの4つは、他の観測結果から値が分かっているんですね。かなりの程度ということで、2つの重要な変数が残っていると。1つは全体的な高さです。でインフレ十分分かっていないので、まだこのリップルの高度高さは分からないということです。もう1つ分かっていない変数というのが、この吸収です。放射線の吸収がどのくらいあるのかが分かっていないということに、リリースされるパートがあるわけ で具体的にその箇所を突き詰めなきゃいけないんですね。でも、まあ、適合度ということになるとかなり素晴らしいんじゃないかと、これだけでもインフレーションの十分証拠になるんじゃないかということであります。でサンプルコメント等も出ております。アメリカ物理学会がレポート出してますね。ワークグループ、ワーキンググループを作って、宇宙背景放射について思っているわけです。94人構成のワークショップなんですけども、こういったステータメントを出しています。現在の宇宙背景放射の、測定と、それからダークマターの銀河における、大型のディストリビューションの観察結果というのは、驚くほど一致性が認められるというふうに言ってます。インフレーション理論と、だからインフレーション理論はかなり大きな成功を収めているというふうに言えると思うんですよ。次に16波の話を少ししたいというふうに思います。今、よく1年半ぐらいマスコミも取り上げていますが、でも中身はまだあまり分かってないんです。実際のところは、インフレーションモデルによると、16波があるであろう、初期10年はあったであろう、インフレ機材によって生まれたであろうと想定はできるんですね。で先ほども揺らぎがあるということを申し上げましたけれども、でもこの16波の強度っていうのは、インフレモデルによってかなり変わるんです。かなり大きな16波になる時もあるし、ちっちゃくなる場合もあるしということで、条件設定によって変わってしまうんです。まあ、いずれにしても16波は、いろいろ流行りされがあったとこの1年半で、まず2014年3月14日でしたっけ、このハーバード記者会見が行われたと。バイセプ2っていう、もうこれ何度で来るか誰も言えないんですけれども、一応グループがあって、バイセプ2のグループで、ウィキペディアでぜひ見てください。3月17日2014年ですが、バイセプ2のグループが記者会見をいたしました。そしてちょっと渦のようなパターン、 D モードを検出したということを言ったんですね。宇宙背景放射の変更の中で、だからもしかしたら16波の時間になるかもしれないというふうに言ったわけなんですけれども、でこの小さな揺らぎの強度を宇宙背景放射で結局に測定しなきゃいけないわけです。それから変更についても測定する、それがリッサというのだったら素晴らしいということなんです。彼らに言わせると、もう見ましたと、検出できましたというふうに言ったわけです。だから、初期宇宙に16波があったんじゃないかと言うんじゃないかというふうに言ったわけです。で、もしあったらインフレ理論とぴったり一致するからということです。そして新しい証拠を見つけたというふうに発表されたわけです。で、初期の結果なんですけれども、まず、もちろんラストの汚染があって、そのベストエスメントをやるということなんですけれども、ラストがあるだけでも同じような結果になってしまうということになるので、一応センサースケールレーションは R ということで、こういう値になったというふうに言った R イコール0ということです。重力波がないということになると、5.9 シグマ、レイディスセイバーになるということになるわけです。わかりにくいと思いますけれども、つまり、これが R イコール0で 5.9 で5になるのであったら、結局10分の1ぐらいにの確率で原子重力波がないだろうというふうになったということなんですね。確率ででもみんな推定で例えば10億分の1の確率というふうに言われていても、こういうこともあるし起こらないこともあるしということで、その後1年ぐらい経って
あともう一つのグループがこの水系地について考えてみたんですね。つまり銀河の中にあるダストの影響を本当に調べてみたので、十分我々のこの銀河に、ダストがあるかもしれないということになったので、結局、統計学的に有意な結果ではなかったと言われたというわけです。センサーモードについてもセグラダイラーサマイザーということで解説中のジョイターアナリシスも行いまして、またプランクサテライトの人と一緒にやって共同してデータを付け合わせると、結局、ダストがあるというのは強力な証拠があるけど、センサーモードを表す統計学的に有意な証拠はないということになってしまったわけです。でもこれで終わったわけではなくて、今の現状ですからちゃんと研究はまとまって続いているわけです。そして解説2グループまたその他の実験が行われています。より可能度を高くしてレベルを上げているわけです。どうぞ実際のものが見えるところにまで行っていると。で、実際に検出されるのであったら本当にそれが力となってインフレの強力な証拠になってくれるだろうということです。それ以外でも何か検出されればそれ自体がいいツールになって、さらに詳細をインフレについて研究することができるなら、インフレ理論はなかなか最先がいいけれども、まだもうちょっとその証拠を集めをしなきゃいけないということなんです。立証するまでにはということで、まだまだやることが残っていると。 B モードとか CMD の変更で見つけることができないと、まあ、重力波が初級中にあったということはしっかりとは理想できないけれども、その理想的なまでいったら素晴らしいということであります。で、0.001 以下であろうであろうというふうに重力波が言われている。まあ、したらもうより良い、まあ、例えば 0.07 というふうに、その1日ごとごとに今文字通り、そのアーカイブにまして入るんですけれども、周知が改善されてきているということが言えるわけです。で、次の10年の終盤頃までには、0.001 ぐらいまでいくんじゃないかということです。まだ 0.11 や 0.07 にしたけれども、いずれ 0.01 までいけるんじゃないかというふうに思っているので、あるがこれよりも大きいと、そしてこれが2024年ぐらいに実際に見つかるのであったら、そしてこれは内訳放射ステージ4の研究というふうに呼ばれているんです。ライトバードと呼ばれているんですよ。これは国際協力で日本出身でやってるんですけれども、これに期待をかけているわけですね。ちゃんと予想通りに検出が進んでほしいと。でも、B モードが見つからないと言ってもインフレの反証にはならないということなんです。というのは、この予測の強度というのはどのインフレモデルを取るかによっても多分に左右されてくるので、ありそうなインフレ理論というのもあるので、結局、インフレモデルで B モード強度がずっと 0.01 よりも少ないものモデルもたくさんあるということです。インフレ理論の中には。それでは一番最後の第3部のことで申し上げたいというふうに思います。もしかしたら単一の宇宙ではないと、マルチバースじゃないかということなんです。つまりユニバースが同時並行で複数あるんじゃないかという議論なんですね。なぜこういう議論が出てきたのか。で、これはほとんど全てのインフレの状態の理論、インフレ理論というのは複数の理論の合体なので一つのことを指しているわけなんですね。一つだけではないと。で、詳しく見るとこの永遠のインフレっていうのがあるんです。永遠のインフレーション、そうすると結果マルチバースになるということなんです。ざっくり申し上げて、この永久のインフレーションが起こりうるんです。というのはインフレーションというのは純安定状態によって駆動されている場合です。これでちゃんと崩壊していくわけです。他の不安定システムが、例えば放射能オービター原子が崩壊していくと同じに半減期というのがあるわけです。特定のボリュームの特定の時間が経つとその半減期になるということで、崩壊が進んで、で、一つのその半減期というのに注目して考えてみると、インフレ物質の半分が正常化するわけです。もはや奴隷をもって非インフレ物質になるということで、でも残り半分はまだその崩壊するまで指数関数的に膨張を続けるということで、だから半分は崩壊してももう半分はずっと崩壊するまで膨張を続けるということになるので、半減期が終わると結局終わった時は最初よりも大きくなっているということになるわけです。半分は崩壊したとしてもまだもう半分は残っていると。だからそっちの部分はスタート地点よりもずっと大きくなっている。だからインフレはずっと続くという議論なんです。で、一旦インフレーションが始まってしまうと、この理論モデルでいうと永遠にインフレーションが続くということになるわけです。インフレートする部分というのはその経年的に変わってくるわけですけれども、場所的なスリート、ポケットユニバースという概念です。でポケットユニバースが我々の宇宙に該当するんじゃないかということで、我々が住んでいる宇宙はこのポケットユニバースの一つじゃないかとも考えられるということです。ポケットユニバース複数はそのうちの一つが我々のユニバースじゃないかという考え方です。で、最初にいろんな人たちがこれを言い始めた時に思ってたんですね。私が言い出したわけではない、みんなが言い出したということです。マルチユニバースということで、私自身はあまり最初は興味を惹かれなかったんです。というのは物理の本源的な問題とは関係ない話だろうというふうに思っていたからです。目に見えないマルチバースと言われても、だから栽培の方に入れといて実際の科学の話として受け取るのはいかがなものかと思ってたんですけれども、実は有用性があるということが分かってきたわけです。最近は我々のテーマにも直結する問題だということが分かってきました。なぜかっていうのは98年に重要な発見がされたんです。先ほど申し上げた通りです。我々の宇宙っていうのは重力があるから減速をすると思ったらそうではない、実は加速しているということが分かったわけです。で、一般相対性理論によると、結局重力的力が必要だということになるわけです。インフレを起こした力と同じもの、イコールダークエネルギー、暗黒エネルギーと呼ばれているんですけれども、で、一番簡単に説明するとすると、ダークエネルギーというのは真空エネルギーだということであります。今まで測定したことは全て一貫性を持っています。空の空間にあるエネルギーを測定してきたということなんです。で、トマスがおっしゃっていたように、真空の今の姿というのは実は真空イコール何もないということじゃないということなんです。アインシュタインはそこまでは考えていなかったんです。宇宙光が真空エネルギーを代用すると思っていなかった。アインシュタインは頭の中では古典力学を頭に入れていたから、真空イコール何もない状態と思っていたので、アインシュタインにしてみればエネルギーが真空状態に入ると変わらなかったけど、実際もっと複雑だということが分かってきました。そして電磁波があって、これは常に揺らいでいると、そしていろいろ水もできているし、消えたり出来たりしているということがあります。ヒックスの場というのがあって、ナンゼロバリューが真空にあるというような形で、この真空といっても非常に複雑な中身を持っているということが分かったわけです。ということで、逆にこのナンゼロエネルギー原石を真空が用いると、そしてこれがそのダークエネルギーの正体であろうと大人の人が言っているけども、いや違うと言っている人もまだいるわけです。そしてこのバキュームエネルギーがあるということ自体は分かったと、今は。じゃあその規模がどのぐらいか、大きさがどのぐらいかということになるんです。これの理論のもとで十分これが通用するでしょうか。いや、メイクセンスしないですね、この理論のもとでは。我々がそうしているところと全然乖離しちゃうわけです。当てはめて考えると。つまりバキュームエネルギー、測定の仕方がよくわからないけど、計算が悪いというよりも想定にまだ問題があるのかもしれません。推定に、でも推定は一応出すことができると、デプラントスケールと呼ばれているんですが、これは基本的にエネルギーのスケールで、この時をもって量子重力の効果がとても重要になるということです。ただこれは実際の観測器よりもとても大きくなっちゃうんですね。120倍ぐらい大きくなっちゃうということになるわけです。こんなに大きな乖離が出てきちゃうということなんです。ということで、このような状況でどうやって真空エネルギーと、から考えると、宇宙というのは理論物理学者が想定したらどうしてこんなに小さいのかということになるんですけれども、もうちょっとなんか説明のつく理論はないかということで、理論物理学者は今考えているんですけれども、最初に書いておいたように、量子理論で一番気になっている問題というのは、なんで真空のエネルギー密度が、これイコール宇宙光なんですけれども、なんで、
予想されているスケールが120倍も小さいのかということです。マルチバースが可能な答えになるんじゃないかということで議論することは分かってます。みんなこれ正しいと思ってるわけではないです。かなりの人は信じてるけれども、コンセンサスはできておりません。じゃあマルチバースというと一つの単位になり得るということなんです。なぜかと言いますと、ひも理論によりますと、一つの種類の真空があるのではない。ひも理論によると、多分10の500兆ぐらいのいろんなタイプの真空があるじゃないかということなんです。そしてそれができることにランダムに、こうたくさんのある真空が選ばれるということです。でいろんなユニバースそれぞれ違う。そして各ユニバース自分の得意な真空のエネルギー密度を持つと、フランスからマイナスに至るまでということです。プランクスケールが自由自在に選べていろんな幅を持つということです。そして各ユニバースいろんな真空エネルギーの値を持ち得るということなんです。そうするともう大多数の真空がある、そしてそこにエネルギーがあるということになるんです。もうたくさん選べるということです。幅広い選択肢から。でも全体から見るとまだまだ特異な真空ということになるんですけれども、答えとしては真空エネルギーというのは単なる左右側にある値を示すわけではなくて、各ポケットユニバースの進化を表しているということです。でどのように進化してきたのか、加速してきたのか分かるわけです。大きくてポジティブなものであるとユニバースは結局早すぎて生命体が生まれないと、逆にバキュームエネルギーがマイナスで我々が加速してちょっと大きいというのであったら内爆してしまうわけです。宇宙はそうするとそんな状態ではやっぱり生命体が生まれないということになるので、ありそうな形として生命体が生まれるところというのはポケットバースの中でも小さい範囲だということです。例えばこの20倍ぐらいよりも小さいようなバキュームエネルギーが小さかったらあり得るのではないかということです。これは人間中心原理と呼ばれる、もしくは観測選択効果と呼ばれているんですけれども、人間原理でないと、そうすると小さなバキュームエネルギーを持っているユニバースだったらもしかしたら生命体が生まれるかもしれないということです。もちろん大きなバキュームエネルギーを持っているところもあるとある場合もあるけれども、生命体があり得るのは小さなバキュームエネルギーの時ということになるわけなんですが、そろそろ終わらなくちゃいけないんですけれども、少しサンプルということで各物理学者マルチバース論にどういうことを言っているかもしれない、これ議論を呼んでいる議論なので、まず3人ご紹介しますね。まず最初はマーチン・リース先生です。イギリスの有名な宇宙論が宇宙学者ロイヤルソサエティの学長を務めておられたと、マスター・オブ・トリニティということで、もうすべてのノーベル賞以来高名な賞を受けられている方です。サプリも受けられているということで、で自宅でおっしゃってました。どうですかマルチバース理論どう思いますかって聞かれたら、まあそうだねと、まあ僕の犬の命はかけてもいいけれどもというふうに言ったということです。マルチバースありそうだということで、まずこれが一言ですね。愛犬家なんですけれども、実際彼の犬は見たことないけれども、ちょっと素晴らしい犬なんでしょう。かなり強力なステートメントですね。それと同じ会議の時、私は自身はその会議に行けなかったんです。アンドレ・リンデ先生もいました。スタンフォードの先生で、インフレーション理論の立て役者の一人でもあるんですね。で彼と一緒に2014年のノーベル賞を共同受賞したんですけど、私と。で彼も会議に行って、彼はもうマルチバース論者なので言いました。自分の命かけてもいいぞと、絶対マルチバースはありというふうに言ったわけです。もうすごい自信を持っている確率賞受賞者ですから、もう真剣ですよね。彼は真面目に言ったということです。じゃあ3人目です。スティーブン・ワインバーグ先生です。この方はこのエレクトロウィークシオリーでノーベル物理学賞を1970年に受けられたとても著名な学者なんですね。で彼は言っています。もう理性の声といつもいいと、私学部院生の時の時にMIT の先生をしていて、もう私一概尊敬している先生なんで、今もすごい尊敬している方なんですけれども、彼は会議に出席していなかった。でも言ってます。彼はそうだねと、リンデ先生とリース先生の両名の犬をかけることができると、そしてマルチバース理論ありじゃないかというふうに言ってたわけです。これで終わりです。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。今回はまた少し考えをしてもらいたいと思いますので、質問ある方は少しして、私が話しましたら、マイクが手を挙げたまま待ってください。ではどうぞ、質問ある方。はい、どうぞ。マイクが挙げます。先生、今日は質問の話ありがとうございました。フレンの、こちらです。クリスのエネルギーの値がいくつかということによって、スーパーシメトリーの、自家製理論かマルチバース理論どっちが正しいのかという結果が発生して、それでどっちがまだ分かってないという話が大きいことがあるんですが、そういう話も先生は、普段研究される中で、これを見えてやってらっしゃるでしょうか。次回です。ヒグスのエネルギーデンシティがどうかということなんですけれども、まあ、ヒグスの粒子 の発見にまつわる話なんですけれども、これによってマルチバース理論の立証できるのか、それともう一つの方の理論の立証となるんでしょうか。まず最初にこのヒグスの真空エネルギー自体というのは、このプランクスケールに寄与をどのくらいしているかほとんど寄与していないということなんですね。プランクスケールというのは、量子重力が物を言うところであるんですけれども、これを我々にやっていることと関係ないということなんです。でただヒグスによってマルチバースについて疑問を唱えることができるということですね。理論的に考えて説明がつかない場合があるんです。どうしてヒグスの質量がプランクスケールに比べて小さいのかということなんです。理論的に考えると、もうちょっと微調整しないと前提を、そうでないと説明がつかない。どうしてこんなヒグスの粒子がこういう形になったのか説明できないということです。でヒグスマス問題の一つはヒエラルキー問題と呼ばれているんですけれども、一つの解としてはヒエラルキー問題の解というのは、超大小性スーパーシメトリーということですね。つまりいろいろ観察できる粒子はあるけれども、それらの粒子にはパートナーがいるんだと、つまりこのフェルミ放出のクオリティのこのフェルミに対してのフェルミがあって、半分ほどの粒子があるはずだということです。そして